はい、それでは今回はですね、デビューから毎年安定した成績を残して、まさにハマの主砲として大活躍中の牧秀悟選手のバッティングを解説したいと思います。はい、それでは今回の優れた点はですね、このここまでのトップの作り方を見ていきたいと思います。まずですね、最初に戻しますが、構えの時点、この状態ですよね。ここでまずこの足とですね、手に注目してください。まず最初はですね、こう同時に後ろ方向に上がっていくんですね。こっちこっちですね、こう一緒に上がっていきます。でここで手の位置はキープされたままですね、ここから足だけが降りていくんですね。全体的に最初の位置に比べてですね、この重心の位置っていうのは当然下ろしていくときに多少前にずれる、ここは生まれますがですね、この体に対してのこの手の位置っていうのは変わってないんですよね。ここが変わらないまま足だけが前にズドンと降りていく、この足の下ろす勢いで割れを作っていくというタイプなんですね。これヒッチとかコクとかバットの動き、上半身でタイミング取りながらトップ割れに持っていく選手も中にはいるんですが、そうなるとですね、加速は使える分ちょっとこうミスが多くなったりしやすいんですが、牧選手の場合はですね、ここほとんど上半身手は動かさないので、かなり高い確率でボールに入っていくことができる、これが一つ特徴になると思います。ちょっと消してみやすくしますが、こう足を下ろす、ここまではですね、まだこちら向きまっすぐですね、足がこれでついた時にですね、つま先がもうすでに前を向いているのが分かりますかね。このように前を向いています。そして膝も前に入っていって、前の股関節、ここも前に、この前の肩甲骨も前に行こうとしてますよね。このラインですね、これに対してバットはまだ後ろに残っている、この動きが前後に使いこなせていることによって、自分の回転スタイル軸に対して割れがしっかりできていくんですね。ここですね、ポンと、これ非常にシンプルなトップの作り方で、ここがですね、牧選手確率が高い打撃ができる大きな要因になっていると思います。ここが今回の優れた点になります。